そして12月30日ですね、はい、はい、夜のヒットスタジオデラックスで、うん、天狗トリオの僕らをバックに従え、はい、アジアの片隅では披露です。もう思い出のいっぱい詰まった、はい、はい、僕らは嬉しかったですよ、拓郎さんと一緒にやれるっつうんで。本当ですか、はい、そんな風にあの YouTube を見ると見れませんよ君たちなんか硬直してる硬い、 いや楽器なかったんで、楽器がないと手ぶらだとどうしていいか分かんないんだ、硬直してるね。アジアの片隅で拓郎さんのリードギターをね、もちろん、はい、これは青山さんとですねツインリードで、そうか YouTube でまだアップされてるんですね。これがあれだよね、アルフィーも髪型が悪いよね。そうですね、なんかもじゃもじゃですよね、うん、なんか本当に もっさりこれはっきり言っていい、ね、悪いよね髪型この頃は本当に悪いね、全然こう良くないんだな、伸びっぱなしだったのか、伸びっぱなしっていうよりなんか整理なんか方向性がないな髪型にないですよね、はい、いやでも懐かしいな。釜石さんもバックコーラス出ましたっけ、いたっけ、なんか資料によって失礼だけど途中からムッシュいたっけ、飛び入り参加って書いてある。そうなの、この時ってムッシュが夜ヒットに出てたの出てたんですかね、何の持ち歌があったんだろう。陽水さん出てましたよね。いや出てないよ。あ、出てなかったっけ。出てなかった俺と陽水と出たら夜の人たちが大変だよ。そう、あ、まあ、それはそんな時に、うん、この時拓郎さんはなんかこう出てくれっていうのはオファーがあったよ突然。いやプロデューサーから、はい、あの突然ですか。夜のヒットスタジオは時々忘れたように、はい、あの来るんですよ出てくれないとか、あ、それで必ず、はい、あの長いよ俺一曲がっていうことを言って、はいはい、そんな3分や4分で終わらないとアジアの方すみません10分ぐらいやるの、はいはい、長いよとか言って、はい、それでもいいから出てくれっていうのが、はい、のがあれば出るという、はい、あ、そうなんだ、はい、釜石さんいたっけ。釜石さんいたかな、覚えてないな。俺も覚えてないな。釜石さんアルフィーに入ったことないだろ。釜石さんはアルフィーに入ったことはないですね。ないだろ、はい、なんだオーディションであれ3人のうちの1人釜石さんじゃないの。ないです、高見沢ですよ、あれ高見沢釜石さんのバックで僕らやったことありますけどね。あ、そうだね、釜石さんがメンバーになったことはない、なんかないですよ。いきなり高見沢がこういうことやってるのかと思って、見事が、うん、高見沢ついにかっていう